ロイドご飯の時間が来ました。イエイイエイ、はい、今回ですね、はい、伊豆、伊東島でやってました。はい、伊東といえば、何軒かね、焼肉行ったことあるんですけども、今回初めて行く、ほのりさん、行ってみたいと思います。楽しみです。初めて行くんでね、行きましょう。はい、ゴー。バカだ。じゃじゃん、焼肉ほのり、行きましょう。久しぶりの焼肉ですね。そうだね、ああ楽しみだよ本当に。飲み物何する？飲み物ね、どうしようかな。ハイボールかな。ハイボール、じゃあ自分はノンアルいきます。はい、パッと見て、ミックスカルビ。ミックスカルビね、まあそうですね、気になりましたんで、それをミックスローションみたいですよ。そうだね。じゃあこの赤身牛タンっていうのいきましょうか。うん、まあそうです。あとこの極みホルモン、これいきたいですね。蜂の刺しと、白千枚刺しが、乾杯。乾杯。お疲れ様でした。はい。はい。本当。来ました。これミックスロース。ミックスロースです。じゃじゃじゃん。これがミックスカルビ。来ました。ミックスカルビ。じゃじゃじゃん。赤身牛タン塩。赤身牛タン塩。じゃーん。極みホルモン。うまそうだなこれ。塩だれにしたんですね。の炙り、うまさ、白千枚です。で、これが蜂の巣。大ライス。サラダ入れました。どうだった？割と味が浅めに思いますね。おいしい。普段からか、うまい、食感がいいよね。食感がしっかりしてる、しっかりしてる。そうそう、白千枚だし、白千枚っていうだけあって、もっとこの灰色があるでしょう。すごい綺麗な白ですか。ごま油とかしましょう。Thank you.
まい。全然違うね、ごま油で、ごま油、うん、これでいきます。はい、ということで、カンカンいきます。もうちょっと近く気になっていた。でかいな、これ。でも一口でしょ、やっぱ、うん。やっぱりね。いただきます。うまい。バンザーイ。あっさりしてるけどね、ジューシー。目が今日は。ね、ちょっとなんだわね。アルビー。アルビー。これね、ちょっと他があんまり見たことがないね。これはね、うん、ご飯に合うやつですよ。あ、もう間違いないでしょう。これはちょっと楽しみ。ね、俺はご飯に合いますよ。なんでこう焼肉ってさ、この口に入れた瞬間がすごい楽しいんだろうね。わかる。すごい楽しいよね。うまい。
いいね。すごい大きいわけね。はい、ということで食べてきました。ごちそうさまでした。久しぶりガッツリ来ましたね。そうだね、うん、やっぱり、ね、焼肉屋さんっていろいろこうね、うん、その切り方だとか、うん、あとはタレだとかに、うん、そのお店のなんていうのかな、こう考え方っていうのがすごい出るなと思って、うん、ここはねすごくあっさりしてるんですよね、タレが。あ、確かにね、だから余計にこう肉の特徴とか旨味がよくわかるなって思った。いや本当そうですね、うん、で特にあの刺身類も、うん、本当にこう味付けが最小限というか。そうだね、うまかったですよね。美味しかったです、うん、ご飯もね固めでね、うん、いやめちゃめちゃあの焼肉に合うライスでした。なるほどね、うん、私びっくりしたのがね、うん、全て美味しかったんですけど、うん、あのロースのね、うん、あのミックスで、はいはいはい、あの3種類まあいろいろありながらも、はい、すごくねあっさりしてるんだけど、あのすごくね濃さもあって、うん、なんかね素直にストレスなく育った肉っていう感じがしました。なるほどね。あのロースの中でも、うん、本当にこうさっぱりした肉もありますもんね。そう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 、うん、でそれとすごいこう脂が乗ってるやつね、うん、食べ比べられるからいいですね。ねえ、はい、なんかお店のお肉に対する愛情をとっても感じる、はい、焼肉でした。はい、ということでご視聴ありがとうございました、はい、それではまた。